読売新聞社、家庭読売377号より、小極祭天洋は日本の記術史鶴ヶ市生まれ、本名は山田松太郎、初代第三代日本記術協会会長。日本における記術の発展と普及に貢献した業績により、日本記術界の中高の祖とも呼ばれた。母親は記術史の小極祭天一の姉であった。子供の頃は、 大阪でデッジ暴行をしていた。1904年頃に小極祭天一に弟子入りして小極祭高島松という芸名をもらった。兄弟弟子には小極祭天活や小極祭天次らがいた。天十一座では天一の手伝いをやりながら技術の腕を磨いた。師匠の天一が死去してからは小極祭天陽と改名し、1912年に 天洋一座を旗上げして座長として独立し活躍した。この頃の得意技としては師匠の手に力継承した。客に両手の親指同士を紐できつく縛られるが、日本刀を両腕の間に入れたり外したりすることができるという柱抜けがあった。昭和教皇を短所とした不景気の影響により、天洋一座は財政が圧迫されていったため、 困った天陽は手品を趣味としていた、尾形と三郎のところに相談に行った。すると、尾形から手品の世界を一般の人たちにも解放してはどうか、とアドバイスされた。当時、手品の商品を一般人に販売することはタブー視されていたが、天陽は1931年に東京の新富町に天陽技術研究所を設立して、三越日本橋本店で、 手品商品の実演販売を行った。この実演販売をきっかけとして、三越各店での実演販売を行っていくと、好評を得ていき、天洋一座の財政も好転するようになっていった。1936年4月には、初代、小極祭天活の発案で、記述会の発展、記述指導士の技術向上 新木を目的として32名の職業技術家が目黒賀ョ園に集まって職業技術家団体同好会創立の会合が開かれた。名誉会長に初代天括会長に天誉が就任した。この同好会が後に日本技術協会となった。1941年には太平洋戦争により手品商品の材料が手に入らなくなり、 天洋技術研究所は一時閉鎖となった。終戦後、再び天洋技術研究所を活動再開させたものの天洋は、新中軍での舞台公演に時間を取られて販売まで手が回らず、売り上げは伸びなかった。1953年に天洋の無償である山田明が天洋技術研究所を新たな発想のもとに刷新していった。 その後1960年に株式会社化。これが、後の株式会社天洋の前身である。なお、天洋の弟子である初代、引田天光や島田春らはデパートでの実演販売を行っている。1964年引退。日本記述協会では多年にわたって世界に通じる、活躍をし、日本の記述会に貢献をした記述師に対して天洋の名を冠した。 小曲祭天要賞を12月3日の期日の日に送っている。弟子に小曲祭広仕様、小曲祭天章らがいる。ありがとうございます。